こんにちは、トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2024年の夏、今日は千葉県の館山市にあります守谷海水浴場に来ました。海水浴場です。波が来ました。守谷海水浴場に来ます。いや、来ましたということで、海水浴動画撮っていきたいと思います。今年も海水浴、千葉県の海で海水浴楽しみたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。こんにちは、トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは守谷海水浴場です。駐車場が運がいいと ここが空いてますんで、そうすると駐車場からすぐ海があります。車からすぐこんな感じです。ちょっといろんなもの持ってて、浮き輪と椅子とテント持ってて、なんかちゃんと海が取れないけど、こんな感じで今日は守谷海水浴場に来ました。楽しみたいと思います。平日だけどすごい混んでんね。でテントとかもいっぱいあるから、なんかすごい活気を感じていいですね。なんかね、海の千葉県の海、最近はなんか活気を感じられないような感じになっちゃってたんですけど、やっぱこんだけ人がいると活気が感じられていいもんです。風が全然ないね、千葉の海なのにね。ない。外房だからか。いや、そう。関係ない。関係ないと思うな。電動の、で、ま、しかもちゃんとマキタ純正マキタ。買ったの？いや、前からあるよ。何であんの？マキタの空気入れで。何の空気を入れるためにあるの？それ自転車とかもすぐ入る。はいはいはい。海水浴場に来たら、まずは海に浸かりたいと思います。私が浮き輪を持って海に浸かるシーン、このシーンどう考えてもいらないと思うんですが、なぜか入れてしまいました。海の家で食事をしたいと思います。今回の海の家は網元さんです。昔ながらの海の家という感じでいろいろありました。うわ、うまそう。美味しそうですね。イカ焼きやサザエのつぼ焼きなどもありました。海の家の雰囲気はこういった感じになっております。人の顔が映んないようにぼかしを入れておりますが、こういった雰囲気になってます。勝浦担々麺だよ。勝浦担々麺食べよう。勝浦で勝浦飲みちゃんです。何ですか、飲もうかな。海の家って感じです。海を見ながらビール、じゃあビールいただきます。うまい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。勝浦名物の勝浦担々麺です。美味しそう。処理 OK。 担々麺いただきたいと思います。ちゃんと具が取れるようにいい、ねいただきます。おいしそう。スープ飲めないね。なんでこれスープが入ってこない。本当だ、スープはズルズルっていけってことだ。はい、なっしゃー。あ、うまい。いただきます。うまい、いい匂い。うまっ。うん、スタートしません。はい、なっしゃー。あんたもおいしい。ラストかおいしい。はい、唐揚げも注文しました。海で食べる揚げ物、美味しいです。グッとポーズしてビールです。あ、これいいね、勝浦担々麺。この味噌の辛さが美味しいです。ラーメンを注文したらコップに入ったお水も出してくれました。こういったのも嬉しいです。守谷海岸はあの奥に見えてますでしょうか。赤い鳥居が見えております。
あれが渡り島と言いまして、もともとは船の航海の安全を守るために使われたようです。日陰になるテントを張った場所があの辺です。あの辺に海の家が2つあって、で、あの辺が結構混んでるのかなと思ったんですけど、そこからぐるっとこっちの方まで来ました。そしたら海の家が1個、2個、2つあります。で、この先鳥居があって、一応今日干潮の時間が何時ぐらいかは見に来たんですね。で、12時過ぎが干潮だったんで、ちょっと何時か正確なの忘れてしまったけど、そしたらこう普通にこうやって歩けるんですよね。やっぱ干潮の時間は歩いて、あの鳥居までは多分行くことができないんだな。あの V みたいのがいっぱい浮いてるから歩いて行くことできないみたいなんですけど、こういう感じで鳥居までは行けなくても、干潮の時間は普通に歩いてあの辺まで行くことができます。ちょっと行ってみたいと思います。普通に歩いて行けます。あの人自体が、12時ぴったりになったらなんか音楽が鳴り始めました。何の音楽なんでしょうか。12時ぴったりになった音楽が鳴り始めましたね。で、この先ここに鳥居があります。鳥居がここにあります。こんな感じの場所、こんな感じの森屋海水浴場です。12時の音楽、分かりやすい。電車が通ってた。もう駅からすぐ近いので、房総半島を走る、あれ何線通、特急電車が走ってました。今動画撮れなかったな。この森屋海水浴場は、森屋海岸は波がね、まあ外房の海にもそんなにないんですね。というのもこう、なんとなくこういう感じで、ね、なんとなく輪になってるんで、そんなに波がないんですけど、なんか今みたいに鳥居を見に行ったりするような感じとかで楽しんでると結構ね、楽しめますね、なかなかいいなと思いました。いいですね、あの鳥居やっぱりいいですね。いいところです。どう考えてもいらない映像だと思うのですが、海水浴動画ということで、スイカの模様の浮き輪でプカプカ浮かんでる映像を入れさせてもらいました。どうもすいませんでした。何を考えているんだか分かりませんが、お手柔らかに見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ケバブ屋さんとかも出てますね。それでなんか極端に高いわけではなさそうでいいですね。平日ですが、これだけいます。こんなにいっぱい人がいる海岸、いやでもこれ海岸は人がいる方がいいですよ。じゃないとなんか海水浴来た感ないからね。平日でもこれだけいるとなんか絵になっていい感じです。Thank you.